この地からまた一人旅立ったのね。よう、コロ、なんだか神妙な顔してどうしたんだ？カラ、ムン。そういえばあの人もヒグマと一緒に暮らしていたことがあったわね。あの人？一体誰のことだ？先日亡くなったムツゴロウさんこと畑正則さんのことよ。ムツゴロウさんって、あ、よしよしよしって動物を可愛がっていた人か。そうそう。では今回は北海道の中標津に住んでいたムツゴロウさんについて解説していくわ。よろしくだぜ。ムツゴロウさんこと畑正則さんは1935年4月17日、福岡県福岡市に男兄弟の三男として誕生したわ。その後、ムツゴロウさんが当時5歳の頃に、お医者さんだった父が満州に行くこととなり、家族みんなでほぼ未開拓の地に行くことになるの。ほぼ未開拓って、大変な生活になる予感がするな。その時代、太平洋戦争の真っただ中で、夏は40度を超え、冬はマイナス50度の中で自分たちで畑を耕し、銃声の音が家の外から聞こえる場所で、診療所には怪我人が溢れていたそうよ。今の時代じゃ考えられないな。そんな生活の中、突然父親が犬を連れてきたの。それが狼の血が入っていた、ポチと名付けた犬だったわ。狼の血か、それはかっこいい犬だっただろうな。あまり人に懐かず、猟犬としても優秀だったみたいね。ムツゴロウさんはその時に食べたカモの味噌漬けがとても美味しかったと覚えていたそうよ。ジュルリ。でもその狩猟の最中に悲しい事故が起こってしまうの。ええ。父親が誤って散弾銃でポチを撃ってしまったの。うわあ。急いで手術をしたけれどポチは助からなかったわ。悲しいな。うん。兄の受験を機に、正則少年は日本に帰国することになり、この時は父の故郷で大分県日田市にある親戚のところでお世話になるのよ。この時代なら兄弟二人で帰国するのも大変そうだな。そうね、父は撤兵され、一番上のお兄さんと一番下の弟は病気で亡くなったみたい。帰国する時も食糧難や寒さで大変だったと語っているわ。でも無事に帰国できてよかったぜ。その後、ムツゴロウさんは両親から医者の道を勧められたり文学の道に進むことも考えるけど、東京大学理学部2類を受験、そしてなんと現役合格するの。え、東京大学ってあの東大？そうよ、日本一難関と言われる大学に合格するの。中学生の頃には様々な文献を読んでたくさんの知識を習得していたというわ。すっごい頭がいい人だったんだな。大学時代にオタマジャクシがカエルになるまでの3週間寝ずに観察していたこともあるそうよ。寝ずに？さすがに3週間ずっと起き続けてたわけじゃないとは思うけどね。でも徹夜で研究によく没頭していたそうで、毛布を脇の下に挟んで眠そうな顔でいる姿を見た仲間たちからムツゴロウというあだ名をつけられたそうよ。そうだったのか。この時についたあだ名がその後もずっと使われることになったんだな。その後、大学院理学系研究科修士課程でアメーバ生理学の研究に励むの。アメーバって確かすごく小さいミトコンドリアとかのことだよな。そうそう、生物の根源から研究をしたかったんじゃないかしら。ムツゴロウさんが大学時代、中学校の時に知り合った純子さんと恋愛結婚するの。当時恋愛結婚は珍しく、今後のことを考え文学か研究の道かで相当悩んだみたい。文系と理系どっちも道があるなんてすごいな。悩んだ末、学習研究者兼学研の映像部門に就職。しかし巨大企業化していく風潮を嫌い、1967年に他社から日本エッセイストクラブ賞を受賞する。我ら動物皆兄弟を発刊したことで学習研究者をクビになってしまうわ。思い切ったことをして、しかも賞まで受賞するなんて。その後は作家としての人生を歩んでいくの。翌年には菊池宏賞を受賞。ムツゴロウさんが生涯で残した著作は300冊以上よ。そんなにあるのか。
人娘も授かり、山や海などに家族でレジャーに行くことが多かった畑一家。子供にたくさん自然に触れてほしかったんだな。でも理由は娘が虫に刺されて泣いたことや、魚の命を奪うことを嫌い、食べられなくなったなどいろいろあったみたいなんだけどね。そして北海道厚岸郡浜中町の無人島で暮らす一大決心をするの。いきなり無人島とかハードル上げすぎだろ。1971年、知り合いの漁師から譲り受けた子熊と家族3人での無人島生活がスタート。当時、娘さんは小学生だったそうよ。とんでもないところに連れてこられたと思っただろうな。ちなみに、連れて行った子熊はメスだったけど、ドンレイと名付けたの。初めは懐かなかったみたいだけど、寝食を共にしていたら絆ができていったそうよ。メスなのにドンベイかい。島での生活は漁師がくれる鮭ばかり食べて飽きたと語っていたわ。鮭はうまいけど毎日だとさすがに飽きちゃうよな。昔コロコロコミックで連載されていたムツゴロウさんを主人公にした漫画ムツゴロウが行くという作品があるの。これは巨人の星を手掛けた漫画家川崎昇先生が80年代前半にコロコロコミックで連載していた漫画で、幼少の頃の話からムツゴロウ動物王国ができるまでを収めているわね。漫画にもなっていたのか。機会があったら一度読んでみてね。そして翌1972年には対岸の浜中町にムツゴロウ動物王国を開園。はじめは道産馬などの日本古来馬の繁殖を目指していたけれど、ムツゴロウさんはプーマの子熊の精神だったので、気がつけば犬や猫合わせて500匹、人も40人以上になっていたそうよ。すごい大所帯になったな。しかし1974年当時39歳の時に胃がんが見つかり、胃の全摘出を行っているの。ありゃりゃ、食べ物を食べるのが大変そうだぜ。それだけじゃないと思うわよ。でもこの頃の不安な気持ちは好きな麻雀が救ってくれたらしいわ。ムツゴロウさんって麻雀が好きだったのか。麻雀だけでなくギャンブル全般が好きだったみたいよ。何でも突き詰める性格のムツゴロウさんはその後プロ雀士となり、初代十段位、連盟最高顧問、最高位戦草案者にまでなっているわ。人生が博打みたいな生き方をしているけど、とことん突き詰めるってすごいな。1979年には馬を中心としたムツ牧場を中標津町に開き、ここが最後まで暮らしていた場所になるのよ。執筆活動でも生計を立てていたので東京に出向いた際、後にフジテレビの社長となる日枝久志さんと新橋で食事をした時に、誰も行ったことがないような場所へ行って思う存分動物と触れ合いたいという思いから、ムツゴロウと愉快な仲間たちへの出演が決まったの。おお、ムツゴロウさんが全国的に有名になった番組だな。1980年から2001年までの21年間で平均視聴率 20%、 最大視聴率 30.2% となる人気番組となったわ。今じゃあまり考えられない視聴率だな。でもあの番組ってムツゴロウさんがかなり危ないことをやっていたって聞いたことがあるけど。そうなの。ぶっつけ本番で動物たちと向き合いたいというムツゴロウさんの意向を尊重して、危険な動物とのロケもあったのよ。例えば体長4メートルのアナコンダに首を締め付けられ危うく窒息しそうになったり、アジアゾウに倒されて踏まれて死にそうになったり、メスライオンに後ろから襲われたり、ライオンの檻に指をかけてたら中にいたライオンに指を噛みちぎられたり。おい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 、いくらなんでも体当たりすぎだっての。あとアメリカではワニが原因で左耳内耳損傷の手術をしたこともあるそうよ。動物と直に接して、その動物の本来持っている野生の部分をテレビを見ている人たちに伝える、今の時代じゃ絶対にできないことだけど、それだけムツゴロウさんが動物を愛していたってことだと思うのよ。本当に好きじゃなきゃこんなことできないってな。でも本人に今までで一番怖かった体験を聞いた時には、1982年に南アフリカのケープタウンで銀行へ両替に行った際、ナイフを持った男6人に取り囲まれたことと語っているわ。そんなことがあったのか。それにしても一番怖いのは人間って。その後は番組出演中の1986年次女の子猫物語
の脚本、監督を手掛け、これが配給収入約54億円の大ヒットを記録。おお、順風満帆じゃねえか。その後、ムツゴロウさんは年齢と体力的な理由で番組を引退後、知り合いの会社からムツゴロウ動物王国を東京に移転しないかという話を持ちかけられるの。なんだか嫌な予感。その予感は合っているわよ。2004年に東京のあきる野市へ、一部の動物や飼育員は北海道に残して、自身も基本は北海道、週に一度は東京に通う形で王国を移転したのだけれど、2年で経費を委託していたグローカル21が負債総額8億円で破産。2007年には閉園を余儀なくされ、ムツゴロウさん自身も3億円もの借金をすることになってしまったの。さ、3億円。犬や猫、馬がいたのだけれど、犬や猫はスタッフが引き取ってくれて、馬たちは北海道のムツ牧場へ戻ってきたのだけれど、気どく痩せていて悲しい気持ちになったそうよ。なんだよそれ、ふざけんなって。番組で人気になったムツゴロウさんの名前だけを使いたかった感じだな。その後、ムツゴロウさんは2011年に第1回日本動物学会教育賞を受賞。これまで生かした執筆活動や講演で全国を飛び回り、 CM 出演などをして、2015年に8年かけて借金を返済したそうよ。8年で返済するってすごい頑張ったんだな。2017年10月、当時80歳の時に心筋梗塞を発症し、ドクターヘリで搬送されたの。その時で80歳ってことは、借金を返し終えたのは78歳か。そういうことになるわね。ムツ牧場を娘夫婦に任せ、執筆屋を書いたりして、奥さんとセントバーナードのルナ、猫のマヤと一緒に北海道中標津町で余生を過ごしていたわ。2020年6月から YouTube チャンネル「ムツゴロウの656」をスタート。656、ムツゴロウ、回にわたって自分自身の経験や動物のことを語ることをコンセプトのチャンネルよ。興味がある方はぜひ見てみてね。でも残念ながら104回で終わってしまったんだよな。そうなの。そして2023年4月5日、心筋梗塞のため死去されたわ。もっといろんなことを語ってほしかったわね。だからコロは最初神妙な顔をしていたんだな。ええ、なかなかここまで人生をかけて動物や自然と向き合った人はいないからね。心からご冥福をお祈りするぜ。ご冥福をお祈りします。ということで、今回の動画はいかがでしたか？最後までご視聴いただきありがとうございます。この動画が面白かったら、ぜひ高評価とチャンネル登録をお願いします。お願いだぜ。それでは、また次回の動画まで。したっけね。